位置エネルギーっていうの僕すごい嫌いで、高い位置にあるものは位置エネルギーが高いっていう、であれ嘘なんですよ。要は高いところにあるものって落ちた時に速度が高くなるから、じゃあそれの分エネルギーだよねっていう風に概念的には、あの一概に説明しようがありそうな気がするんですけど、じゃあ位置がずっと上がり続けて最後にじゃあ月まで届くと無重力になるから、その位置エネルギーはゼロになっちゃうんですよ。そうするとエネルギー保存の法則でいくと、エネルギーが突然ゼロになるっていうのはありえないわけですよ。だから結局あれってたまたま高い位置にあるものって落ちた時にそれがエネルギーに変わる時があるよね。でも高いっていうのはたまたまであって、重力がこっちにあると高いんだけど、無重力になるとその高いっていう概念はなくなるから意味ないよねって話で、この物体自体が位置によるエネルギーを持ってるわけではないって話なのね。あ、すげえめんどくさい話してる今。はい、すいません。